はい。えっ、ー、と、これからプロセッシングを学んでいくにあたって、まあ、プロセッシングのまあ入手の仕方について説明していきたいと思います。まあ、検索ですね、Google 検索などで、プロセッシングというふうに打ち込んでください。そうするとですね、このプロセッシングのですね、検索結果の一番最初にね、こういうページが出るかと思います。processing.org というのね。出てきたらこれをクリックしてください。 えー、そうすると、これ、えー、ここにダウンロードというのがね、出てきますので、このダウンロードをクリックします。でそうすると、ここに、あのー、いろんなのが出てきますね。Mac の人はこれ、Weet2 の人はこれかこれ、Linux の人はこれですけれども、まあ、自分のパソコンにあったものをね、クリックしてください。で、えっ、ー、と、それでですね、これを、えっ、ー、と、まあ、えー、自分の好きなところに、えっ、ー、と、まあ、 保存しますはいえ、で、保存が終わったらですね、えー、これなんですけども、えー、これを、これか、これですね、これですこれです,これですが、これを、まあ、右クリックの、えー、まあ、これは、 あの、人によって違うと思いますけど、とにかく回答してください。やり方は、あの、パソコンによって違うと思いますのでね。とにかく回答してください。 であのこれを回答していただくと、えー、こういうのが、えー、できていると思いますので、えー、そうですね。えー、そうすると,、えーとまあえー、これか。これを、えー、クリックしていただくと起動するというような、えー、感じになります。はいえー、以上であのプロセッシングの,、まあ、あのダウンロードと起動の仕方の説明を終わります。